脇坂です。中で大島が待ってます。サポート谷口、大外から山根が上がってきた。フロンターレ先制、ディフェンスラインで点を取りました。折り返しを狙ったのかちょっと分かりませんけど、ここね、谷口やっぱ逃さなかったですよね。非常にいいボール。どうなんですかね、中にいる小林に出したのか、それともシュートを狙ったのかちょっと分かりませんけど、目線から言うとちょっと小林に似てますけどまあね、いいとこ飛びましたよね。さすがに大森もあの形でボール持たれて、あのタイミングで出されたらちょっと対応できなかったですね。あのフロンターレの良さってやっぱりこうやって押し込んだ時も必ずディフェンスの背後を必ず狙っていく、いい時はやっぱこれができますよね。非常にいいタイミングでですね、センターバックとサイドバックでゴールを取りましたね。